今日の先生は国際ビューティー&フード大学校の穂積先生です。よろしくお願いします。お願いします。今日のメニューはこちらです。カリカリの食感が楽しめるイタリアの伝統菓子ビスコッティ。材料です。バター、グラニュー糖、お好みのナッツなどをご用意ください。まずはバターとグラニュー糖です。はい、バターはこのぐらいですね、はい、またあのマヨネーズっぽいこのぐらいな柔らかさにすると混ざりやすいと思います、はい、じゃあここにグラニュー糖を一気に入れていきます、はい、ありがとうございます。少し混ぜてやると馴染んできますので、はい、続いて卵です。はい、じゃあお願いします、はい、これは、はい、少しずつ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、3回ぐらいに分けると混ぜやすいと思います、はい、続いて小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるったものを加えます、はい、一度に入れて大丈夫ですか、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。そしてゴムベラで混ぜる、はい、まあ、切るようにですね、はい、はい、である程度粉気がなくなってきましたら、あのナッツの方を全部お願いします、はい、好みのもの、お好きなものを入れてください。ここで今日のパパッとポイント。生地は2回焼いてください。2回焼くんですか。はい、これはあの1回こう焼いた後にちょっとこう棒状にカットしたいので、あの完全に焼いてしまうとこう割れてこうカットできないので、柔らかい状態でナイフでカットしてまた乾燥焼きするようなこうイメージですね。はい、170度に温めたオーブンで20分から25分焼いてください。さあ1回目のオーブンで焼いた生地がこちら、はいはい、ちょっと触ってみてください。このまだこう弾力がある感じですね、はい、ちょっと柔らかい感じですね、はいはい、これで、あとあのお好きな大きさにカットして、うん、まあ、生焼けというか、確かに、はい、切った感じもそうですね、まだこう持ち上げると少しこうまだ柔らかいような、でこのぐらいでこうカットしてあの鉄板に並べてまた乾燥焼きします。2回目は150度でおよそ30分焼いたら出来上がりです。香ばしいナッツの香りがするビスコッティ、2回焼くことで食感が良くなりますよ。ではいただきます。うん、食感がカリッカリですね。やっぱりこう2度焼きしているので、まあ、しっかりとこう水分が抜けて、うん、うん、こうカリッとした食感があると思います。ナッツ以外のアレンジもそうですね、はい、ドライフルーツ、ホントレーズンとか、はい、またより一層美味しいかなと思います、うん、ぜひ皆さんもこのカリカリ食感楽しんでみてください。食べてみてください。